はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。1時20分になろうとしてますね。5月の13日の土曜日でございまして、まったりしたいんですけどね、世間雨降ってんねほんまに。いやー、昨日はね、あれなんです、お昼というか午前中はですね、病院に行ってね、珍しいですよ私。病院自分で行ったんですよ、自分でMRI を取ってですね、足痛いし、で、仲のいい先生なんでね、もう10年以上のお付き合いで、一緒にご飯食べながらいろんな話をしてたんですけど、血液検査をしましたよ。思ったよりね、もう何年、3、4年してないんですけどね、3、4年してないような気がしますね。全然そんな数値はね、悪くなっていなかった。ちょっと危険なところがあるんですけどね、おおむね大丈夫やんっていう感じでですね、今の生活続きやという意味はそんな感じですね。多少気をつけるところは気をつけてね、中性脂肪高かったかな、あともうちょっとで痛風になるかもしれんという、尿酸値が高い、そんなもんやったかな。まあええね、どうせあと14年生きたらね、もう大体終わりやとという計画ですからね。さて本題いきましょうか。ハンギョレですね、これはおとといの20時27分に出た記事です、ね、サムソン減産しても DRAM 価格さらに下落、第2四半期の半導体見通しも暗鬱、暗い鬱ですね。第2四半期というのは4、5、6月、トレンドフォース第2四半期の DRAM 価格は最大 18% 下落する見通し、昨年から半導体在庫が積み上がり需要拡大だけが解決というタイトル、リードですね。ちょっと読みましょうか。今年第1四半期の半導体価格下落で数兆ウォン台、これ一桁減らしますが数千億円台ですね、日本円でいうと、の赤字を記録したサムスン電子と SK ハイニックスが減産を通じて反動を狙っているが、第2四半期今ですねの半導体価格はさらに下落するだろうという見通しが出てきた。実はね、自宅のパソコン調子悪いんでね、パソコン買おうと思って、こうだと、安いですね、今。ものすごい安いですね。なんでかっていうと、ようわかりませんけども、こう、循環ですよ、循環。コロナでわーってみんな買うたでしょ。あの時高くなったでしょ。で、それで、作りすぎたわけですよ。ほんで、今安なってんね。昨日届いたんですけどね、昨日夜はね、あれなんですよ、メディアの方とですね、飲みに行ってですね、ってやって、調子で飲んでてですね、家帰ってそんな酔っ払ってね、パソコン開けて設定する気にならへんでしょ、ほったらかしたらね。でも安かったですよ、2万円のパソコン買いましたけどね、どんな感じかよう分かりませんけどね。世界的な景気萎縮で上半期内の減産効果は期待しがたくなり、韓国の半導体企業の第2四半期実績はさらに暗鬱になると予想されると。台湾の市場調査会社トレンドフォースは11日、今年第2四半期の DRAM 価格は前期より 13-18% さらに下落すると分析した、難度型フラッシュの価格はさらに 8-13% 下落すると予想した。そんなんで済むんかなという気はしますけどね。トレンドフォース、この調査会社ですね、は3月末、第2四半期の DRAM 価格が10-15、難度は5-10下落すると予測したが、約1ヶ月で、展望値を下方修正した。第1四半期も、飛ばします。用途別に見れば、多くのユーザーにサービスを提供するコンピューターであるサーバーに搭載される DRAM 価格の下落幅が、18-23% で最も大きかった。人工機能クラウド産業の拡大を狙ってサーバー用半導体の生産が増えたが、主要顧客である中国企業が
景気低迷でサーバー投資を保留し、あのね、中国は別の理由でもですね、韓国から物買うたらへん、お前ら裏切ったやろ、物買うたらへんっていう、そういう意地悪に今出てますからね、今後ですねあれですよ、メモリー半導体、サムソンも SK ハイニクスもなかなかですね中国に物が売れなくなりますよ。知らんで、ほんまにその知らんで飛ばしましょうね、飛ばしましょう。半導体価格の下落傾向が続き、サムソン電子と SK ハイニックスの第2四半期実績も暗鬱になる見通しだ。ハイ投資証券はサムソン電子が今年第2四半期に1兆2860億ウォン、過去約1300億円の営業損失を記録すると展望した。まあね、1四半期で1300億円やったらなんとか許容範囲内でしょう。今年第1四半期は半導体部門 DS の4兆6000億ウォンの赤字にもかかわらず、スマートフォン Galaxy S23 のヒットでかろうじて赤字を免れた実績、営業利益、6402億ウォン、かっこ約650億円。まあ650億円の利益やったらええやんという感じですね。を出したが、第二四半期はさらに悪化しかねないとの見通しだと。まあ、この後もありますけども、お隣さんの代表企業がサムソンでありまして、サムソンの主力商品がですね、DRAM なんですね。で、あと難度ですね、メモリー半導体といわれるカテゴリーなんですけども、これの世界的な需要がしぼんでいるんですね。で、主要輸出先のですね、中国の景気もしぼんでいます。ということで、サムソンはですね、なんとかカツカツ黒字と、会社としてね、という状況に追い込まれていて、この現在進行中の第二四半期で多分赤字になりますね。で、これはですね、後半回復するっていうふうに言うてるんですけどね、言うてるのはお隣さんの、 あのメディアだけであってですね、あの循環型なんですね、半導体市況というのは。これはまだ1年ぐらいは無理ちゃうかなと私は思いますけどね。で、サムソンこけたらですね、お隣さんこけるんですけども、まだこけるところまでは行ってないですよ、まだね。でも年にね、1兆円以上の赤字を出し始めたらですね、これやばいなという感じなんですけど、まあまあまだそんなところまでには行っていない。つまり半導体市況が回復をすればですね、また元に戻るわけですけど、さあどうでしょうかと。で、あとですね、今日も他の動画で言いましたけども、中国と韓国今ですね、ガチ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 、ビシビシビシッ、バリバリバリッとこうやってるわけですよ。バチバチとですね、火花を飛ばしてですね、やり合ってるわけです。中国がですね、どれくらい意地悪をできるかなんですね。半導体なんか買うたらへんというふうにですね、まあこれからやると思うんですけど、まあ、あの買わなくてもいければそれでいいんですけどね、中国のいろんな産業が。でも韓国から買わなければ動かないというところも多少はあるでしょうから、そこをですね、どういうふうにしのいでいくのかというところですね。あの中国が不景気であることはほぼ間違いないです。これは間違いないところです。で、今ですね、失われた何十年かの入り口なんですよ。今2年目ぐらいですね、3年目だなそれに対してですね、お隣さんはどういうふうに対応していくかというところなんですけども、あのもうですね、中国には頼れないと考えた方がいいんですけど、お隣さんたちがそこをどういうふうに理解しているかということですね。で、これから意地悪が本格化します。中国から韓国に対する意地悪ですね、これはまあ政治上の理由が一番大きいんですけども、そうなった時にですね、お隣さん経済がどの程度持つのかということになってきます。まあこれから苦しいでーとまあそういう話でございますね。このですね、これはどこやったかな、
ハンギョレのですねアドレスを貼っておきますんで、今どうでしょう、私半分以上は読みましたけどね、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。